おい、お前、うんこしただろ。当たり前でしょ、人間なんだから。おい、お前、おならしただろ。当たり前でしょ、人間なんだから。おい、お前、汗かいてるぞ。当たり前でしょ、人間なんだから。このようにリアルな人間を見るとびっくりする人の言葉を受け流していきましょう。ハワイ行ったことないの？かわいそう。私はもう5回行ってるけどね。そうだよね。やっぱりハワイに5回行ったことある人が一番偉いよね。アパートの2階に住んでるの？かわいそう。私なんてマンションの7階に住んでるよ。そうだよね。やっぱりマンションの7階に住んでる人が一番偉いよね。8時間も寝てるのかよ。いいなあ、暇で。俺なんて忙しいから毎日5時間しか寝てないよ。そうだよね。やっぱり睡眠時間が短い方がかっこいいよね。このようにオウム返しをすることで、あなたはこんなこと言ってるけど大丈夫ですかと教えてあげましょう。〇〇さんがあなたの悪口言ってたわよ。いや、あなたでしょ。みんながあなたのこと悪く思っているよ。いや、あなただけでしょ。私はそう思わないんだけど、〇〇さんがあなたのことダメだって言ってたよ。いや、あなたがそう思ってるんでしょ。このように他人のせいにして批判してくる人には、いや、あなたでしょと訂正してあげましょう。リクエストありがとうございます。